はい、ラブリー山田でーす。せーの、いいね。アイラブミーヤッホー。久しぶりの動画ですよね。あの、なんて言えばいいのかね。まあ、ラブリーはめちゃくちゃハッピーなんですけど、日々毎日毎日幸せだなって。 思っていて、えー、それが日々日々更新していると、人ってどういう時にテンションが上がるのかなって思うんですけど、まあ人それぞれだと思うんですけど、やっぱいいこと何かいいことがあったときなんではないんでしょうか。それがたくさんあればあるほど幸せ。 なんだと思います瞬間瞬間心が開く瞬間瞬間あ生きててよかった生まれてよかった楽しいって思える瞬間瞬間がいっぱいあるといいなって思っててまあラブリー、まあ、話し方の学校 話し方の学校に参加させていただいて本当素敵な出会いがたくさんあったなーって本当なんて言えばいいのかなまあ幸せですよ素晴らしい仲間と出会えて <laughs> 一生付き合っていくんだろうなってうん 一生こう心を通わせててていくんだろうなって思っ思ます本当に仲間のこと大好きだなって思うと幸せになれる。本当に。加茂さんのおかげですよね。鴨さんが話し方の学校を作っていただいたのでラブリーが勝手に幸せになれると。で 僕の勝手な思いですけど話し方の学校の方もう僕がいることで幸せなんじゃないのかなってうん絶対幸せになってる間違いないで勝手に思うと幸せなんですよで例えば家にいるじゃないですか家テンション上がるのって例えばじゃあ好きな音楽聴いたりとか えー、自分の好きな花が飾ってあるとか自分の好きなお酒があるとか好きな香りこの匂い嗅ぐとテンション上がるよみたいなそういうのを用意されてれたりとかラーメンがいっぱいあったりとかお肉がいっぱいあったりとかラブリー豚肉好きなんです <laughs> うん牛も好きだけど豚が一番好きなんだよねなんか知んないけどうん。 好きなものに囲まれて生きてこうよ。で好きな人と心を通わせてこうよ。僕たちって何で生を受けたのかなって。うん。子孫繁栄のために生まれてきたんだよとかっていう人もいるよね。あとは何かをこう学ぶために生まれてきた。うん。お母さんを 幸せにににすするたために生ままれててきたもう無限にあっいいいと思います自分に合うやつをチョイスすればいいと思うし本当ラブリーなんかがちょっとピンときてるのはなぜ地球に生まれてきたのかっていうのをやっぱ遊びに来たっていうかね地球に遊びに来たよって地球を味わいに来たよってうん。 その中で出会い素敵な出会いであったり、うん、大事にしていこうよ皆さん。ラブリーはほんとこう日々めちゃくちゃ幸せで、うん、そうね幸せなものに囲まれている。 そうだね、また最近話し方の学校最後で学んだこうセンスメイキング受け取り方出来事例えば転んだ時になんだよついてねえなって思う人もいるでしょ転んだ時にね例えば痛えなって血出てんじゃんみたいなでも転んだ時に小さな花を見つけられてあちょっと痛いだ。 小さな花見つけ花がいたみたいな美しいみたいなテンション上がるみたいな転べたから見つけられたなって視線が下に行ったからねあこんなとこにも花が咲いてるんだってそういう人になりたいなラブリーはそういう人になるとにかく受け取り受け取り方受け止め方必ずポジティブで返す今日も東京雨が降ってたんですけど、えー 会社に出勤して、えー「雨が降ってますね」っつって「うん」あ僕が言ったんですけど「あそうですね」って、まあ、女性の人とちょっとエレベーターの中で1対1で話してたんですけどまあここで「雨うっとうしいっすね」「通勤するのもちょっとだるいっすよね」「カッパも着なきゃいけないし」みたいな「傘もささなきゃいけないし」じゃなくてラブリーが言ったのは「雨が降ってますね」 目の前のその女性の方めちゃくちゃニコニコしてんだよね多分ポジティブなことをラブリーが言ってるからニコニコしてるんだなと思ううんそういう人で生きていきますラブリーは久しぶりの動画投稿っすねとにかくポジティブうんちょっと会社の人にも あの大体の人には好かれてるんですよ。ちょっとめんどくさいな、みたいな。明るすぎるよね、みたいなラブリー。ちょっと喋りすぎてるよね、みたいな。ちょっと聞き力が足りてないんだろうね、きっと。うん。ちょっといろいろ反省しながら、修正しながら生きていきたいと思います。皆さん大好きです。愛してます。最高です。鴨さん最高 <laughs>。話し方の学校最高です。あれそういう話でよかったよかったね、今日のね。 今日はそういう流れだね。はい、終わります。イエーイせーの。いいね。I love me. イエイイエイ。